はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病を患ってた患者としましてですね、やっぱ血液の話をねしていくんですよ、いつもね。でなので今日はですね、血液と深く関係している冷えからくる腹痛のメカニズムについてお話していきます。この時期になるとですね、僕はお腹がね、痛くなりやすくなって下痢になりますよとね、以前の動画でもね、お話ししたことが、ね、あるんですけどもね、でこれはね、僕以外の皆さんでもですね、ひょっとしたら体に起こっていることはね、少なくはないと思うんですよ。この時期のね、この冷えからね、来るその腹痛のメカニズムというのはですね、簡単に言いますと、体が急に冷えると体の機能も停滞しますということなんですよ。それではここからね、ちょっとだけね、詳しくねお話ししていきましょう。この世のね、あらゆる物体というものはですね、分子や原子でできているわけですけどもね、人間もその一つで分子と原子をね、常にこの乱雑にね、こう揺れ動いています。でもね、静止しているように見えている場合であってもですね、微子的には細かく見たらですね、実際にはこう揺れ動いているので、この運動をね、熱運動と言います。というとね、こういう難しいところからね、お話ししなければならないんですけども、この熱運動というのはですね、物質の温度が高くなるほど激しくなって、物質の温度が低くなるほど穏やかになります。この動画のね、最初に、このようなあらゆる物体は分子や原子でできているわけですが、人間もその一つで分子や原子はもう常に乱雑に揺れ動いてますとね、お話ししたことからね、人間の体もですね、体温が高くなると体の分子の運動が激しくなって、体温が低くなると穏やかになるということが分かりますよね。でそんなね、分子や原子の集まりである我々人間はですね、各細胞、各臓器、血液、骨がね存在してて、それぞれの機能で役割を果たしています。で体の機能というのはですね、まず最初に心臓がメインとなって、次に消化器系で、消化器系というのはですね、食べ物を摂取、分解、吸収、排泄を行う器官のことであって、要はね、胃や腸のことなんですよ。でそんな胃や腸をまとめてね、消化器官と呼ばれて、口腔に始まりね、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門までのね、一本のね、綺麗なね、管なんです。食べ物を分解吸収するためにね、消化酵素などをね、分泌する線をね、消化線と呼びます。でそれらは口腔内、胃、胆の、肝臓、膵臓などに分布しております。でそれらを正常に動かすために必要となってくる血液というね、エネルギー源があります。車でいうところですね、エンジンにこう送り込まれていくガソリンのことですよね。そんな血液はね、各細胞、各臓器のね、栄養源なので、血液の巡りがね、悪いと体すいません、体の機能も停滞しやすくなります。で、そんなそもそもの血液もですね、たくさんのね、細胞が集まったもので、大きく分けるとですね、赤血球、白血球、リンパ球、血小板というものに分けられます。で、赤血球の主な役割というのはですね、肺から取り込んだ酸素を全身の組織に運ぶことで、実際にはね、赤血球はヘモグロビンに結びついた酸素を体の隅々まで運びます。赤血球の内容の大部分というのはですね、ヘモグロビンで、ヘモグロビンにはヘムというね、鉄をね、取り込んでいるタンパク質ですね。そのヘムと酸素を結びつけるために、グロビンというタンパク質がくっついてヘモグロビンと呼ばれます。でこれに酸素が結びつくことによって、で赤血球は体中に酸素を運ぶことができます。血小板はですね、血管の損傷に反応して出血を止める働きを持ってます。またね、血小板というのはですね、何種類かの血液、ギコ因子、血液を固める因子ですね、それのが何種類かを含んでるんですよ。で血小板っていうのはですね、表面はね、普通常は血液中の中ではですね、デコボコしてない、もう滑らかな形をしておりまして、正常時には血小板がこう義手というか、この集まってくることはありませんけども、出血時にはですね、出血したよって教えてくれる刺激物質があるんですけども、それによって
って、あの血小板の中にあるね、あの細胞骨格系っていうのがあるんですけど、それがいい感じに変形してくれて、それがね、数多くのね、こう長い突起物をね、出したね、コンペイトのようなね、形になっていくんですよ。で、それと同時にですね、新たにですね、細胞膜上にですね、細胞膜のこの上にですね、細胞接着因子っていうのがね、発現します。この状態をね、あの血小板のね、活性化と呼んでですね、この作用によって血小板は血管内皮、血管の内側のね、皮にこう接着していって、義手って集まっていってですね、あの傷口を塞いで一時血栓を形成します。その後ね、まあ、ここからですよ、各ギコ因子がわーってこう放出されることによってね、血液中にあるフィブリンがね、ギコしていって、集まって固まっていてですね、ほんでさらに赤血球が囚われてですね、数々の赤血球が囚われていって、集まって、二次血栓が形成されることによって、止血が完了します。ね、わかりやすく言うとですね、血小板が傷口にバーって集まっていって、これでもかーって集まっていって、もうギュッと押さえて血を止めるっていうことなんです。白血球というのはですね、体への異物の侵入に対して体をね、守る働きを持ってます。あのね、悪い細菌などの異物がですね、体の中に侵入するとですね、その時点で白血球がブワーッとね、増えていって、その異物を白血球の細胞内にガーって取り込んでいって、無害化します。無害化ね。すなわちですね、細菌などの感染症にかかってしまうと、血液中の白血球の数が増えます。でそんな白血球にはですね、主に好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球の5種類があります。でリンパ球っていうのはですね、血液中の中だけじゃなくてですね、リンパ管っていうところをね、通ってね、全身にね、約ね、500個あるリンパ節、リンパ節ね、こう関節みたいなリンパ節があるんですよ。そのリンパ節や、扁桃腺、脾臓、腸管の、パイエル板っていうのがあるんですよ。あとね、胸腺などをね、巡っています。胸腺っていうのはここにあるんですけどね、ここの部分であのね、以前 T 細胞のところでお話しましたよね。ここから T 細胞のね、免疫系の細胞が出てくるんだよっていうふうにこうお話ししましたよね。ここのちょうど骨のところですわ、この胸骨のところね。で、そんなリンパ球っていうのはですね、リンパ液と血液中を行き来しながら、リンパ腺のリンパ液と血液中を行き来しながらですね、病原体や異物のね、侵入に備えてね、こうパトロールしています。ほんで、それらたくさんの役割を持ったね、血液細胞が各細胞と各臓器に行き渡って役割を果たすときにですね、血液細胞が冷えていると正しく役割を果たせません。そして役割を果たせないままたどり着いた場所である各細胞と各臓器も冷えていると、その細胞たちも、動きが鈍くなって正しく機能しません。そうすると、胃や腸にも動きが、ね、弱くなってですね、食事をこう消化できずに未消化のまま、腸へ送り出されてしまって腹痛の原因になります。という感じで、まあ、難しい話をね、長々とさせてもらいましたけどもね、ほんまにね、今ほんまに最後にね、お話しした通りでですね、ただ冷えて動きが鈍くなってるだけなんですよね。だからお腹が痛くなって下痢をするんですよ。でもね、下痢をするということはですね、めっちゃね、あの辛いですけども、これはね、体の機能がちゃんと正常に機能してるからみたいなんですよ。あの下痢の症状というのはですね、消化できなかったものとかね、あのウイルスとかね、悪い菌とかっていうのをね、こう排出してくれるんですよ。なので、あの薬でね、無理にね、下痢を止めずにね、不要なものは出し切ってしまった方がいいんですよ。しかしね、そんな場合はすぐにね、薬に頼りたくなりますけどもね、薬を飲んでもね、すぐに痛みが落ち着くわけでもないので、その薬に対してね、一瞬で効くようなね、速効性っていうのはね、求めない方がね、いいです。で、気持ちの上ではね、あのなんて言うんですか、薬を飲むと、まあ、1秒ぐらいの一瞬でね、パッとね、効くと思いがちなんですけども、そんな薬っていうのはね、逆にやばい薬なのでね、おすすめしません。まあ、冷えからくるね、腹痛にはですね、あの調整薬っていうのがね、おすすめで、あの下痢止めはね、ウイルスや消化の悪い状態のものをね、腸の中で留めておいてしまうので、体に逆に良くないさそうなんですよ。だから、まあ、なんていうんですか、下痢としてね、しっかりね、出した方がね、いいです。で、まあ、最後にですね、そんな体の冷えの対策としてですかね、あの特にお腹はもちろんなんですけども、お尻やね、太ももをね、日頃からね、冷やさないようにしましょう。あの腹巻きとかね、カイロを使ってね、お腹を温めるのもね、いいですしね、食事もね、体を温めるね、根菜とかね、豆類などをね、積極的にね、摂ることでね、あの冷えを対策できます。あの、まあ根菜アレルギーとかね、あの豆類のアレルギーのね、持ってる方はね、あのちょっと取れないんですけどもね、その他にもですね、あの筋力をつけることでね、体は冷えにくくなります。まあ今僕はね、痩せてしまって、まあ、もう脂肪もなんですけど、まあ筋肉も両方ね、あの落ちてしまってますので、これもまあ体を冷やす一つの原因なんですけどもね。でもね、筋肉量が今よりあった頃でもね、この
時期になったらね、毎年のようにね、腹痛と下痢に見舞われてしまいます。まあ、僕は今はできませんけどもね、皆さんは通常時からですね、体力をつけてね、筋力をね、鍛えておくとですね、冷えにくい体になりますのでね、ちょっと頑張ってみてください。そうすれば、春になる頃にはね、いつもよりも体は元気になって、例年よりも活動的になります。あのね、プロ野球選手がね、オフシーズンのこの自主トレがね、まあ、一番大事だと言われているのがね、まあ、そのためなんですよ。あのね、12月からこの2月までのキャンプが始まるまでにですね、いかにこう鍛えたりとかね、このフォームを確認しながらね、体の状態を整えているかというのが、まあ、そのいい例になると思います。でもまあ先ほど僕はできませんがと言いましたけどもね、僕は免疫抑制剤を飲んでて免疫力を抑えているので、ただでさえ免疫がね、皆さんと比べたら低いので、こう鍛えてね、筋肉がつくとね、それと同時に男性ホルモンのね、エンドロゲンというのがね、通常以上に分泌されて免疫力をね、抑えてしまうからなんですよ。あのね、免疫抑制剤とね、エンドロゲンというね、組み合わせでね、みるみるうちにね、必要以上に免疫力をね、抑えてしまうことになるんですよ。なのでそうするとですね、体の機能も低下してしまいます。ということでね、僕のようにね、免疫抑制剤を飲んでいる人も、まあ、そうでない人も、とりあえずこの時期っていうのは、服を着込んだり、部屋の中を暖かくしてお過ごしください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。